ジェラシー・エッセ・ファイナル・ S 第5戦、巨人 DNA、20日、東京ドーム、巨人、体勢が練習後に三塁ベンチに向かい、前日に支給を与えた DNA、佐野啓太外野手に謝罪した。頭を下げる体勢に対し、佐野が笑顔で気遣う様子も、最後はグータッチを交わした、三浦監督は大丈夫だと報告を受けていますと語り、 出場の見通しとなった。前日の試合では9回、体勢の2球目が右膝付近に当たる死球。佐野はその場にうずくまってしばらく立ち上がれず、治療のためベンチへ。その後、ダイソー、カンザトが送られた。試合後、佐野は普通に歩いて姿を見せ、今のところ全然大丈夫です。痛かったですけどと話していた。